前はサラリーマンされてて、はい、お肉屋さん継いだ、ね、最初から継ぐつもりはなかったんですか。もう、まあ、正直なこと言うと、うん、まあ、うん、あんまり継ぐそういう気持ちはなかったですね。でも継いでもいいかなという思いもどっかにあった。そうですね、まあ、僕には兄貴がいましたから、まあ、最初は、まあ、まあ兄貴が継ぐのかなとか、うん、そういううすらした覚えが意識があって、うん、で自分はもう全くその頃は継ぐ気がなかったんですけど、うん、やっぱり結婚して生活してやっぱり、うん、まあ、他の方にも聞いてたんですけども、うん、まあ、働いて何年か経つと、うん、まあ、考えることが、まあ、必ずあるよと、うん、そういう時期が来るよと、うん、いうことも言われてたんで、うん、まあ、会社にでもまあいろんなことがある、うん、もちろんもう店に入ったからいってまたいろんなことがある、うん、まあ、どっちがどうかって言われると、うん、まあ、同じ、ね、じゃないかなと、うん、いうことで、あと、まあ、うちの祖母も手伝ってくれる、うん、そういう姿僕ずっと見てたんで、うん、やっぱり、まあ、親父の代でそういうふうになるのはちょっと残念かなと思って、うん、まあ、僕がそういうふうになってもまあいいわと、うん、ちょっと親父の代でそういうふうになるのはちょっと残念だなと、うん、周りの人が一生懸命やってくれたのに、うん、それだけはちょっとなんとか避けたいなと思って、うん、僕はこれは、まあ、親父から、まあ、見て、うん、それから親父を見ているお客さんからも言われてたんですけど、うん、笑顔は絶やすなと、いつもあの笑顔でっていうことは、まあ、あのこれはずっとやっていきたいなことは思ってましたね、最初は。ご自身の笑顔でお客さんの気持ちを明るくしたいとか、そこまで考えて、ね、うん、まずそのあの笑顔で言ったら、まずお客さんにその、うん、どういうかな、嫌な思いをさせることはまずないやろうと、うん、最初、うん、第一印象で、うん、まあ、それがあって、うん、あのそれだけは守っていこうかなということはありましたね、うんうん。